固定資産212億では負債5327億を支えきらない。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はオープンハウス株価の今後はということでやっていきたいと思います。はい、結論はですね、株価予想は今回は保留というふうにさせてください。理由はですね、現時点では長期投資に向かない株だからということです。はい、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということでですね、オープンハウスを投資家目線で投資対象として見た場合、配当は平均以上ですと。で、株価は見た目は割安なので、一見ですね、買い増しを続けながら長期的に着実な資産形成をしていきたい、バリュー投資家にとっては、魅力的な投資対象の一つに、見えなくはないということですね。しかし、オープンハウスの株っていうのは、長期投資には向かないというふうに判断しています。はい、理由はですね、オープンハウスはかなりリスクを取りながら経営を続けているので、心穏やかに5年10年15年と、持ち続けられる株では現時点ではないということですね。はい、どういうことかっていうと、改めてということで、オープンハウスっていうのは、どんな企業なのかということなんですけど、端的に言えばですね、不動産業界の M&A 合併買収企業ということが言えると思います。はい、オープンハウスですね、もともとはですね、不動産仲介業から始まっていますということです。はい、そこからですね、結局新築住宅販売というのに展開していっています。なので、もともとはですね、なので例えば土地とか建物とかを持っている家主さんと、そこに、ですね、例えば住みたい人を仲介して仲介手数料を受け取ると、そういう事業から始まってるんですけど、その後ですね、自分たちで実際住宅を建てて、そして売るというのを始めているということですね。はい、なぜかっていうとですね、不動産仲介業っていうのは、リスクは低いんですよね。要するに自分たちはですね、土地とか建物とかを持たなくていいわけですから、他者がですね、他人が持っている、家主さんが持っている土地とか建物とお客さんを仲介して、それで仲介が決まれば仲介手数料を受け取るということで、土地建物を持つ必要がないという意味で、リスクが低いわけです。ただ、リスクが低いので、当然、受け取ることができる、仲介手数料にも上限がありますということで、法律で決まっている上限っていうのは、仲介手数料は、仲介にかかった金額の 3% プラス6万円というふうに法律で決まっているわけですよね。だからそんなに大きな企業を作っていくというのができないというふうになっているわけです。そこでオープンハウスはですね、リスクを取ることにしたわけですね。要するに自分たちで土地建物を持つということにしたわけです。そうすると当然在庫を抱えることになりますので、リスクが上がるわけですよね。その代わり自分たちが作ることができた、土地建物、いわゆる、例えば建て売り的な、売り方をすることができれば、販売価格に関してはですね、いくらまでの不動産しか売ったらいけないみたいな、そういう上限は、基本的に法律上はなくなりますので、そうするとリスクを取った分大きな売上っていうのを、目指すことができるということですよね。会社として企業としても大きな企業っていうのを、目指していくことができるということです。なので、オープンハウスは不動産仲介から結局自分たちで建物を建てて売るということでリスクを取ったわけですね。それで大きな会社、大きな企業というのを目指すことにしていたということです。はい、そこでオープンハウスの M&A 合併買収というのが始まっていくということですね。はい、まず開発会社を買収しています。はい、で、不動産業界の開発って何なのかっていうと、一言で言うと土地の仕入れです。不動産業界で開発っていうと土地を仕入れることを開発というふうに言ってるわけですね。だからそもそも建物を建てるための土地を仕入れるっていうのをする会社ですよね。その開発会社っていうのを買収しています。やっぱりそこにですね、人が住んでいる、家主さんがいるということであれば、家主さんに納得していただいた上でですね、土地を譲ってもらわないといけないわけなので、売ってもらわないといけないわけなので、その土地の仕入れ業務を行っていた、開発会社っていうのを、オープンハウスは買収しているということですね。はい、そしてその後今度は建築会社も買収
集しています。実際開発会社が土地を仕入れることができたら、実際、そこの上に、住宅を建てていくということで、住宅を建てることができる建築会社っていうのを、買収しているということですね。はい。そして、現在のオープンハウスの主力っていうのは、東京に家を持とうということですね。つまり都心に住みたい30代の共働き世代に戸建て住宅を競合より安くで販売するということですね。なのでオープンハウスが結局時代の流れに乗ったのはですね、女性の社会進出というのが時代の流れにオープンハウスは乗ることができたということですよね。だから要するに旦那さん一人よりも旦那さんと奥さんと二人で稼ぐということになれば当然収入が増えるわけです。収入が増えるということはそれだけ大きな金額の住宅ローンっていうのを結局組むことも可能になってくるので、そうした時にオープンハウスはまず都心に住みたいと、結局その30代で結局東京とか都心に結局働きに行くと通勤するとした時にやっぱりね東京都心に住んでた方が実際通勤とかも非常に便利になるっていうか楽になるので、なので30代の共働き世代に戸建て住宅を競合より安くで販売するというのをオープンハウスは事業として進めていったということですね。はい。そして安くで提供するためには外注で何段階も間接費を発生させるよりはグループ一社完結で開発建築販売というのができた方が安くで提供することができるわけです。だから自分たちで土地を仕入れて自分たちで建物を建ててそして建てた住宅を売るというのを自分たちオープンハウスグループ一社でやることができた方が他社に対して何かお願いするたびに、間接費っていうのを発生させるよりも、顧客に住宅を安くで提供することができるということですね。だからオープンハウスが開発会社と建築会社っていうのを M&A 合併買収したっていうのは極めて合理的だったということです。ただ対象顧客が30代の共働き世代なんですよね。だから住宅ローンを組むと言っても1億はやっぱりなかなか組めないということですよね。いくら旦那さんだけじゃなくて奥さんも働いてますということで2人で稼いでるっていうことでですね、それで住宅ローン組むと言ったとしてもとはいえ1億はやっぱり組めないわけです。銀行はなかなかねそこまでの金額っていうのはやっぱりローンで出さないということになるので、都心で2人とも旦那さんも奥さんも両方働いてると言った時に目安としてはやっぱり6000万とかっていう金額になってくるということですよね。だったら逆に6000万以内で都心でですね、住める住宅っていうのを提供するという必要が出てくるわけですから、単にグループ一社完結であるというだけでは提供できないということですよね。中間間接費っていうのを除いて、グループ一社でオープンハウスグループ一社完結で開発して建築して販売するというだけではやっぱり6000万以内というので、東京都心というのではですね、やっぱり住宅を提供するのはできないということで、都心でありながらしかも分譲戸建てを提供する必要があるということですね。つまりもともと狭い土地ですよね。はっきり言った東京っていうのは、土地は狭いわけですよ。だからすごい人口密度が高いわけですよね。だから東京で土地を開発する、つまり東京の土地を仕入れると言ったとしても東京そのものがまず狭いわけですよね。でその狭い土地をさらに分譲分けて売るということをしたわけです。はい。だから確かに顧客の要望である都心に持ち家を安くで持つというのは実現できてるんですよね。でオープンハウスはお客様の要望っていうのは何なのか、お客様が求めてるニーズって何なのか、それは都心に自分の家持ち家を持つというのがオープンハウスが考える顧客の要望なんですよね。だからそのオープンハウスが考えてる顧客の要望にはちゃんと応えることができてるわけです。しかしオープンハウスで買った家っていうのは何せ狭いということですよね。だから東京でなおかつ分譲ですから土地を分けて家を建てて売っているので、だからオープンハウスで買った家っていうのは確かに買えるんですけど、結局30代の共働き世代が買えるんですけど、買ったとしてもすごく狭い家を買うことになるということですね。はい。そして人は狭い場所に豊かさを感じないということですよね。なので人っていうのは住む場所に対して豊かさを感じるってなったら、どっちかが必要ということになるわけですけど、そのどっちかっていうのは何かっていうと、まずはその物理的に高いかって
ていうことですよね。物理的に高い場所だったら人は豊かさを感じるんですよね。やっぱりこう高い場所から結局こうね、まあ、はっきり言ったら下をまあ見下ろすっていうのは非常にこう爽快感がありますので、だからまあ例えばね、いわゆる高層タワーマンションっていうのが非常に高い金額がついているのは、ね、物理的な高さがあれば人は豊かさを感じるわけですよ。まあ、それはもう人間の本能として全然変わらないわけですよね。何百年って変わらないわけです、うん、だから昔の大名ですよね、戦国大名とか江戸時代の大名とかっていうのは全然意味もなく、ね、あのお城に天守閣っていうのを作ったということですよね。まあ、それはもうなんでかって言ったら、ね、その天守閣っていうのはお城の機能としては全然必要ないんですけど、しかしそこに天守閣を作れば、まあ、大名はですね、まあ、要するに自分が治めている、まあ、町っていうのを上からまあ見下ろすことができるわけですよね。でそれに対してまあ豊かさを感じるっていうのはこれは人間の本能なので、だからまあそれははっきり言って変わんないわけですよね。だから仮にまあそんなに広くなかったとしても、物理的に高い場所だったら、まあ高層タワーマンションみたいな場所だったら非常に高い金額のまあ結局家賃っていうのが発生するということですよね。じゃあ物理的に高くはないですとね、その例えば建物が30階40階50階建てではないですということであれば、やっぱりね1階建てとか2階建てだっていう、まあ非常に低層だというのであれば、もう今度は広さが必要になるわけですよ。高さがないってことになれば今度は広さが必要になるということですよね。でも、まあ、オープンハウスが提供している家っていうのは、まあね、1階建てとか2階建てとか、っていうことで、まあ、30階40階50階建てっていうのを、まあ、提供しているわけじゃないので、まずは、物理的な高さはありませんと、ね、じゃあ高さがないんだったら広さが必要になるわけですけど、広さはないわけです、ね、もともと狭い東京をさらに分譲で土地を分けて売っているわけですから、ってことは、まあ、狭いわけですよね。ってなると、まあ、豊かさは感じないわけです。だから結局東京の都心に、まあ、持ち家を持ちたいという、まあ、オープンハウスが考える結局顧客の要望には応えることができてるんですけど、まあ、実際豊かさはないということですよね。だからオープンハウスの主力事業っていうのは、まあ、富裕層まで広がらないわけですよね。当然富裕層はじゃあ何に対して高い金額を払うかといえば、それは豊かさに対して、豊かさ感覚に対して高い金額を払うわけですから、だからまあ高層タワーマンションか、もしくは広い、まあね、住宅か、まあ、どちらかじゃないと、まあ、高い金額のですね、結局家賃っていうのは払わないということになりますよね。でなるとオープンハウスの主力事業っていうのは、まあ、30代共働き世代が主力顧客ではあるんですけど、じゃあその事業っていうのがこれからどん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 持続的に成長していくかっていった時に、富裕層には広がらない、そういう富裕層に広がるような事業ではないということです。はい、つまり、まあ、客単価に上限があるということですよね。だからやっぱり30代共働き世代が住宅ローンを組めるという、まあ、そこが上限になっているということです。はい、で単価に上限があるにもかかわらず、それでもやっぱり上場企業として事業規模っていうのを拡大し続けようとすれば、もうこれは地域を広げるしかないわけですよね。うん、なのでもう結局客単価の方は上限がありますと、30代の共働き世代が住宅ローンを組める範囲っていうのが、まあ、単価としての上限ということになるわけですよね。ってなったらもう地域を広げるしか企業としては成長し続けることができないということで、地域を広げるっていう方向に向かったということです。はい、それでオープンハウスの M&A 合併買収の対象っていうのが東海圏ですよね。まあ、いわゆる愛知県を中心とした東海圏、それから大阪、神戸を中心とした近畿圏に、まあ、積極展開していた、まあ、プレサンスですね。まあ、これは上場企業なんですけど、上場企業プレサンスに、まあ、M&A の対象を向けていったということです。はい。そしてオープンハウスはですね、まあ、プレサンスの株 64.4% 分を、まあ、帳簿価格よりも155億円安くで買えてるんですね。はい、ではなぜ上場企業プレサンスを帳簿価格よりも安くで買うことができたのかっていうことなんですけど、まあ、それの答えっていうのは当然ですね、まあ、プレサンスの決算書の中にありました。はい、プレサンスのですね、まあ、貸借対照表を見た時にですね、まあ、買収前ですね、買収される前の固定資産っていうのが124億でしたと、それに対して負債を1335億持ってたということですね。はい、つまり、まあ、銀行の立場からすると、まあ、お金をね借りることができてるってことは、お金を逆に貸す側の銀行の立場からすると、まあね、プレサンスの担保になる有形固定資産に対してではなくて、だから
からプレサンスが長期的にずっと保有し続ける土地建物っていう有形固定資産に対してお金を貸したんじゃなくて、プレサンスの業績成長ですねが前提の融資っていうのをしているということです。だから担保がありきの融資ではなくて、あ、プレサンスはこれからもずっとね業績が成長していくことで、まあ、お金を貸したとしても、まあ、十分返してもらうことができるという業績に対して融資をしているということですよね。はい、にもかかわらず、まあ、プレサンスの損益計算書の方を見たときに営業利益率がですね、まあ、2013年から21年というのを見たときに、まあ、営業利益率が 22.2% が 12.2% と 10% も営業利益率が低下しているということです。はい、利益率は減少傾向だったということですね。だからこそ銀行はプレサンスへの、まあ、追加融資に慎重だったということですよね。プレサンスも上場企業なわけですよ。ってことは投資家からは当然ですね業績成長っていうのが求め続けられていたわけですけど、上場企業プレサンスはじゃあこれからまあさらに業績を成長させようとした時に、まあ、銀行から追加融資っていうのがなかなかもう受けられない状態になってたということですね。はい、ゆえにまあプレサンスはですね、まあ、オープンハウスからするとプレサンスを帳簿価格よりも安くで買うことができたわけです。要するに営業利益率が低下傾向で銀行からの追加融資っていうのがなかなか難しいという状態だったから、オープンハウスはプレサンスを帳簿価格よりも安くで買えたということですね。はい、しかしそもそも M&A 合併買収っていうのは成功確率が低いんですよね。うん、だから M&A が行われましたと言ったとしても、まあ、10社に1社はなかなか成功しないということですよね。うん、だからなかなかやっぱり難しいと。だから買うのは簡単だったとしても、買った後に、ね、その業績が上がっていく、要するに1たす1が3、4、5になっていくと。例えば利益1の会社と利益1の会社が合併買収して利益が2じゃなくて3になりましたと、利益が4になりました、5になりましたということっていうのは本当に10件中1社はないということですよね。うん、だからまあ M&A が100件あって何件成功するのかみたいな、まあ、そういう世界なわけです、もともと M&A っていうのは。しかも今回であればですね、まあ結局オープンハウスがプレサンスを買ったわけですけど、買った相手企業プレサンスっていうのは帳簿価格よりも安くで買えてるんですよね。うん、だからね、結局、利益率低下傾向の、まあ、企業っていうのを、まあ、買ってるわけです。はい、さらに、まあ、他の競合企業がですね、東京都心、まあ、競合企業っていうのは例えばですけど、まあ、住友不動産だとか、もしくはヒューリックだとか、まあ、そういうね、企業がですね、東京都心に経営資源を集中しているという流れがあります。これは合理的なわけですよ。なんでかって言ったら日本の総人口は減少しているわけですよね。ただ東京は例外で、東京は人口が増加しているわけですよ。だから東京に逆に、まあ、東京だったら伸びるというふうに判断して、ね、だからまあ日本全国に展開するんじゃなくて、あえて人口が増加傾向の東京に自分たちが持っている人物お金っていう経営資源を集中していくっていうのは、これはだから競合の、まあ、例えば住友不動産とかもしくはヒューリックがやってることっていうのは合理的なんですよ。しかしオープンハウスはその経営資源を東京に集中するっていう競合の動きに対して流れに対して反してるんですよね。はい、オープンハウスは地域を逆に東海圏とか近畿圏とか福岡圏とむしろ広げ続けているわけです。うん、何よりということで、まあ、最も懸念されることっていうのはプレサンス買収前のオープンハウスの貸借対照表っていうのが一番、まあ、やっぱり投資家目線からすると気になるということですね。はい、すなわちオープンハウスの貸借対照表を見るとですね、これはプレサンス買収前ということになりますけど、固定資産50億に対して負債が3353億あるんですね。なのでプレサンス同様ですね、銀行はオープンハウスにも担保になる有形固定資産に対してではなくて、オープンハウスの業績成長が前提の融資をしているということです。だから銀行はオープンハウスが担保を持ち続けているから、だからお金を貸しているわけじゃなくて、オープンハウスが業績をずっと好調で維持してくれる、もしくは業績を成長させてくれるというのが前提で、銀行はオープンハウスに対して融資をしているということですね。で、幸いオープンハウスのこれまでを見たときは、まあ、業績絶好調なので、まあ、直近オープンハウスに資金繰りの心配というのはまあ発生していないということです。はい、そして、まあ、筆頭株主兼創業社長に、まあ、エネルギーがある限りは、まあ、来
来期23年度の売上1兆円目標というのも達成する可能性が高いということですよね。だからはっきり言ったら勢いはありますということです。ただビジネスモデル的に、まあ、オープンハウスはですね、まず分譲住宅を建設しますということですよね。だからまず作るわけですよ、建物を建てるわけですね。そして建てた建物っていうのを営業力によって流動資産としての、ずっと例えば三菱地所とか、住友不動産みたいにずっとその自分たちが、建てた建物っていうのを、会社として保有し続けるっていうんじゃなくて、常に売るんですよね。売って販売し続けるということなので、固定資産じゃないわけですよ。流動資産、在庫なんですよね。だからその営業力によって流動資産としての在庫住宅っていうのを、まあ売るというのがオープンハウスのビジネスモデルになってるんですけれども、まあ、そうすると、まあ、平均29歳の、まあ、若き、営業部隊がですね、まあ、常なる業績向上のために在庫住宅っていうのを、まあこれ売り続ける必要があるということです。だから自分たちが建てました、で自分たちがずっと保有し続けて賃貸収入をね、ずっと家賃収入、賃貸収入を得続けるっていう、そういうビジネスモデルじゃないわけです。建てて売って販売代金を売上に計上するっていう、そういうビジネスモデルなので、だから常に前の年、昨年よりも業績を上げ続ける、向上させ続けるために売り続ける必要があるということなんですね。でもし万が一にでも、まあ、創業社長または若き営業部隊のいずれかに、まあ、活動エネルギーの低下っていうのが生じてしまった場合っていうのは、まあ、現在のオープンハウスの、まあ、固定資産212億、これはプレザンス買収後ということになりますけれども、固定資産212億では負債5327億を支えきらない、まあ、そういう決算書になっているということです。はい、つまりオープンハウスをですね、もし投資対象と考えた場合はですね、オープンハウスは今期も業績好調かということを確認し続ける必要があるんですね。だから銀行はね、オープンハウスが持っている有形固定資産に対して融資をしてるんじゃなくて、業績に対して融資をしてるんで、だからオープンハウスは常に業績好調を続けないといけないということなんですよね。だから投資家は常にオープンハウスは今期も業績好調かっていうのを確認し続ける必要があるということです。はい、ってなると、まあね、株っていうのを一度保有したら心穏やかに5年10年15年と持ち続けようとする長期投資の対象にはならないわけです。うん、だから長期投資っていうのは、そう、投資する前はものすごくね、一生懸命企業分析するわけですよ。まあ、はっきり言ったら自分の大事な資金を誰と結婚させるかみたいな、結婚相手を、まあ、結局見つけるようなのが長期投資なので、だからお金を入れる前っていうのはすごく、綿密に、まあ、分析するわけですよね。企業分析するわけですよ。うん、だからそのお金を投資する前はすごく真剣に時間をかけて綿密に、企業分析するわけですけど、いざお金を入れた後ははっきり言ったらもうね、まあ任せるっていう感じなんですよね。まあ、そんなにこうね、相手の企業が大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かなって、心配し続けなくても、ね、もう全然5年10年20年っていう形でずっと預けっぱなしと、それで、まあ、毎年毎年例えばね、配当をもらい続けるとか、っていうのが本当の長期投資なので、まあ、そこからするとオープンハウスをもし投資対象って考えた場合は、いや今期もちゃんと業績、上がってるかな、今期も業績成長してるかなって常に常にチェックし続けないといけない。要するに安全性っていうのに非常にこうね、まあ、財務上の安全性っていうのに非常にこう懸念がある企業なので、だから心穏やかに株を保有し続けるっていう、そういう長期対象の対象、長期投資の対象にならないんですね、オープンハウスは。はい、よって、まあ、たとえ現時点では株価は割安に見えたとしても、まあ、現在のオープンハウスっていうのは、まあね、今の組織体質っていうか組織体制からすると、まあ、そもそも長期対象の対象にはならないので、まあ、今回の株価予想っていうのは、まあ保留というふうにさせていただきたいと思います。まあ、短期的に1年後とか2年後の株価っていうのをね、まあ、無理やり推測するとか予想するっていうのもまあできなくはないですけど、あんまり意味がないかなと。もうそもそもね、長期投資に向かない企業なので、まあ、その予想にあんまり意味がないというふうに考えましたので、まあ、今回は株価予想は保留というふうにさせてください。はい、ということで、もし今回の動画がですね、何らかあなたのお役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、あとメルマガ登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。